こんにちは。このビデオで、と思いますの例文を紹介します。だいたい JLPT N4 ぐらいのレベルの日本語です。最後に、と思いますと、と思っていますの違いについて説明があります。と思いますの前は、プレインフォームですが、このだに気をつけましょう。い形容詞のプレゼントポジティブはだを使いませんが、な形容詞、名詞、助詞はだを使います。 疑問詞もだを使います。プレインフォームの作り方はコメントスペースにリンクがあります。そちらで確認してください。スピードは2つあります。JLPT N4 レベルの日本語ですからローマ字はありません。英語はヒントです。では、スローから始めましょう。多分大丈夫だと思います。それは難しいと思います。 来週は時間があると思います。こっちの方がいいと思います。会議はあさってだと思います。会議は15時からだと思います。本当にすごいと思います。私もそう思います。それはちょっと変だと思います。 多分それでいいと思います。明日は行かないと思います。彼はすごく頑張っていると思います。それは違うと思います。彼女は今彼氏がいないと思います。5万円ぐらいだと思います。 三時間ぐらいかかると思います。この仕事は今日中に終わると思います。これは今日中には終わらないと思います。とても綺麗だと思います。今、私の国は午前十時ごろだと思います。どちらもとても大切だと思います。すごくいいと思います。 いい仕事だと思います。お金の問題じゃないと思います。明日は少し遅くなると思います。こんな感じだと思います。すぐできると思います。とても使いやすいと思います。結構多いと思います。 ネットで申し込んだ方が安いと思います。あまり美味しくないと思います。説明が必要だと思います。これからどんどん良くなると思います。やめた方がいいと思います。特に理由はないと思います。 少し時間がかかると思います。これじゃなくてこれだと思います。それは払わなくていいと思います。ここから車で10分ぐらいだと思います。彼女は知らないと思います。私だけだと思います。いい考えだと思います。 その人に会ったことがあると思います。これは捨てた方がいいと思います。それはフェイクニュースだと思います。それはしょうがないと思います。地球温暖化が理由だと思います。地球温暖化のせいだと思います。まだだと思います。 それは迷惑だと思います。やめてほしいと思います。私もそうしたいと思います。私もそうしようと思います。どっちでもいいと思います。明日はいけると思います。皆さんのおかげだと思います。 すごく良くなっていると思います。来週は時間があると思います。こっちの方が自然だと思います。それは悲しいことだと思います。そんなに難しくないと思います。それは怖いことだと思います。私は運がいいと 思います。合格できるだろうと思います。どこでも変えると思います。その話は聞いたことがないと思います。上手になったと思います。もう少しだと思います。できるだけ早い方がいいと思います。 すごく役に立つと思います。頑張ればできると思います。自分でできると思います。勉強を続けたいと思います。ググればすぐわかると思います。彼女はもうすぐ来ると思います。近いうちに転職しようと思います。 今年は JLPT を受けようと思います。本当にありがたいと思います。そういうこともあると思います。それは素晴らしいと思います。今のところ問題ないと思います。無理じゃないと思います。うまくいっていると思います。 急いだ方がいいと思います。アップデートした方がいいと思います。これからも頑張りたいと思います。私もやってみたいと思います。行かなければならないと思います。それで十分だと思います。すごく面白いと思います。 次はナチュラルスピードです。ネイティブのスピードです。多分大丈夫だと思います。それは難しいと思います。来週は時間があると思います。こっちの方がいいと思います。会議はあさってだと思います。会議は15時からだと思います。 本当にすごいと思います。私もそう思います。それはちょっと変だと思います。多分それでいいと思います。明日は行かないと思います。彼はすごく頑張っていると思います。それは違うと思います。 彼女は今、彼氏がいないと思います。5万円ぐらいだと思います。3時間ぐらいかかると思います。この仕事は今日中に終わると思います。これは今日中には終わらないと思います。とても綺麗だと思います。今、私の国は午前10時頃だと思います。 どちらもとても大切だと思います。すごくいいと思います。いい仕事だと思います。お金の問題じゃないと思います。明日は少し遅くなると思います。こんな感じだと思います。すぐできると思います。 とても使いやすいと思います。結構多いと思います。ネットで申し込んだ方が安いと思います。あまり美味しくないと思います。説明が必要だと思います。これからどんどん良くなると思います。やめた方がいいと思います。 特に理由はないと思います。少し時間がかかると思います。これじゃなくてこれだと思います。それは払わなくていいと思います。ここから車で10分ぐらいだと思います。彼女は知らないと思います。私だけだと思います。 いい考えだと思います。その人に会ったことがあると思います。これは捨てた方がいいと思います。それはフェイクニュースだと思います。それはしょうがないと思います。地球温暖化が理由だと思います。地球温暖化のせいだと思います。 まだだと思いますそれは迷惑だと思いますやめてほしいと思います私もそうしたいと思います私もそうしようと思いますどっちでもいいと思います明日は行けると思います皆さんのおかげだと思います すごく良くなっていると思います。来週は時間があると思います。こっちの方が自然だと思います。それは悲しいことだと思います。そんなに難しくないと思います。それは怖いことだと思います。私は運がいいと思います。合格できるだろうと思います。 どこでも変えると思います。その話は聞いたことがないと思います。上手になったと思います。もう少しだと思います。できるだけ早い方がいいと思います。すごく役に立つと思います。頑張ればできると思います。 自分でできると思います。勉強を続けたいと思います。ググればすぐわかると思います。彼女はもうすぐ来ると思います。近いうちに転職しようと思います。今年は JLPT を受けようと思います。本当にありがたいと思います。 そういうこともあると思います。それは素晴らしいと思います。今のところ問題ないと思います。無理じゃないと思います。うまくいっていると思います。急いだ方がいいと思います。アップデートした方がいいと思います。 これからも頑張りたいと思います。私もやってみたいと思います。行かなければならないと思います。それで十分だと思います。すごく面白いと思います。と思いますと、と思っていますの違いです。思いますは、今思いました。 思っていますは、前から思っています。例えば、あのレストランすごく美味しいですよ。そうですか。じゃあ今度行きたいと思います。今度行きたいと思いますは、今思いました。夏休みの予定は、今年はハワイに行きたいと思っています。ハワイに行きたいと思っていますは、 前から思っています。これも同じです。I think I can pass は合格できるだろうと思います。合格できるだろうと思っています。もう一つ注意があります。例えば、答えが A と思う人は青ボタンを押してください。B と思う人は赤ボタンを押してくださいのように、だを言わないこともありますが、 書くときは、だを使った方がいいでしょう。ありがとうございました。ではまた。